よく知ってますね。あれは緑色だから。ヒデナイト。立派な宝石さ。この方はライブのスポンサーでもあるのよ。あ、そんな大それたものじゃ。こんなんでいいセンスができますか。皆さん、こちらにいる方々は、私振り付けのマニラカラス。こんな侮辱初めてだわ。マニラカラスさんはフィリピンダンスの日本における第一人者です。ミスバタフライは蝶々夫人の子孫にあたる方です。そしてこのプチナドールはチューラ、黄色いハツカネズミです。まんまだよ。じゃなくてダンディガリママイズのトップダンサーです。チューラまんじゅうだってコネクションに満ちたアマチュア代表でもこのステージを怪我しちゃ困ります。そうよ、私たちスリーライツのバッグを飾るんだから。スリーライツ？アイドルの目玉は私よりそっちかも。すごい、すごくそうね。スリーライツよ、楽屋前でゲット。警備に走る。あなたは柄じゃないから。では明日チュン。スリーライツの皆さん、リハーサルの時間ですよ。オーケー。時間押してますから。ということなんで見てていいでしょ。あのもちろんいいよ、同級生だね。ふにゃー、スリーライツ、スリーライツ、スリー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 、ライ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 。はいはいはい、邪魔にならないように今日だけは特別にご覧に入れますよ。さあさあ席へ。じゃあ皆さん、本番ではくれぐれもプロの邪魔はしないように。素人とかでしゃべると痛い目に遭うでちゅー。踊りたいなら無料で振り付けするわよ。本当？ただより高いものはないけど。かあ、よいか、我こそがこの銀河の頂点に立つ。はは、アニマメイツ、地球のセーラークリスタル全て奪い取るのだ。さすればお前たちを真のセーラー戦士にしてやる。ギャラクサ様、このレッドクロー、セーラームーンをあなた様が望む美しき争いの舞台へと必ずや引きずり出してみせましょう。無敵のクリスタルを持ちながら人間としての脆いスターシードにしがみついておるとは、あの女おかしなやつだ。ギャラクシア様、我らが帝国の復活を案じるでない。ですが、未だその兆しが。だから四つのセーラークリスタルを奪うの、それがあなた方のノルマでしょう。それなくして地球国の復興はありえないの、お分かり？その暁には必ずやダークキングダムを上げて。くどい！地球など今すぐにでもくれてやる。だが何を恐れていらっしゃいます？己自身かな。行け四天王。はっ。それにしても地球とは美しい星だな。このコルドロンは死んだ星のかけらがたどり着く最後の地。仲間も私の母性も今はない。私は私だけの星を持つことをギャラクシア様が約束してくださった。こうして強力なパワーを発揮できるのも全てギャラクシア様のおかげですわ。私たちがこの空を駆ける真のセーラー戦士となる日は近い。もうすぐ銀河一のセーラークリスタルが手に入る。この銀河一破壊力を持つサッファークリスタル、そして無限の再生力を持つシルバークリスタルが揃えば、この全宇宙を手にしたのも同じだ。我こそがこの銀河の頂点に立つ。あなたにも銀人賞があるでしょ。誰あなた？セーラーアイアンマウス。クラクラクラ。
に生きる者は全てスターシードを持つ。その中でも選ばれたセーラークリスタルを持つ者はセーラー戦士を名乗ることができるの。セーラー戦士って、私魂の狩人、セーラーメタルパピオン。私セーラーレッドクロー。あなた方に用はないわ。トリー、アミさん、マコトさん、一体誰なんだ君たち。私だけ、誰もかばってくれないよ。変身よ変身。なことしたらバレちゃうでしょ。悪者だって思われるわ。私かわいい女の子だな。アミちゃん、セーラー戦士って何。マジっすか。なんだかわからないけど、アミさんは絶対に僕が守る。すっごく嫌い。伊藤さん、孤独ってこういうこと言うのね。とどめだ。誰、マモちゃん遅いって。がその守護戦士セーラーソルジャーズよ。ならば試してみよう。地球のこのスターシードにかけて、タクシーラスモーキングボンバー。何、どんなに待ったことか、ずっとこの時を。お前は、私が来たからにはこの音楽堂で好き勝手はさせない。さあお逃げなさい。一般の人を巻き込むのはやめなさい。ムーン、あなた方の相手は私がするわ。どうやら目的は私たち二人のようだからね。音楽堂の怪人さん、その目相変わらず自信だけは一人前ね。楽しみにしていたライブ、何の因果か知らないけど、みんなの幸せを邪魔する奴らはこのセーラームーンか。月に変わって発射機よ、ムーンプリンセスハレーション。その程度か。普通のパワーじゃない。ムーン、あなたは地球の民を操り扇動し月の王国を滅ぼした女。クリンベリル。やっと思い出したか。あなたがこの世に転生していたなんて。あの時はあと一歩、私は塵と化し地の底へと葬られた。だが今度はそうはいくか。証明しろ。ノーセルダーデッドスクリーン。そのクリスタルどうしたの。そちらこそどなた。セーラーウラヌス、セーラーネプチューン、セーラープルート、セーラースタン、外部太陽系セーラー戦士参上。ワールドサイクドーク。貴様らはダークキングダム。神髄賞はいただく。そんなことさせない。全セーラー戦士が登場したか。逃げてればいいものを。セーラー戦士同士でどうぞ。待って、ねえ、あなたたち本当にセーラー戦士なの。宇宙でお前たちだけがセーラー戦士だと思う。時代は変わるの。私たちが真のセーラー戦士になるわ。逆か、インフレーション、セーラーブレイズアタック。本当のセーラー戦士なら目を覚まして。愚か者、お前は銀河最強の戦士セーラーギャラクシー。何だと。手加減してもその程度か。つまらん。見くびるなよ。誰か、ガラクティカマグナム。
お前が本気にならないと太陽系のセーラー戦士は全滅だぞ。あなたはどこから来たの？銀河の中心、ギャラクシーコルドロ。ギャラクシーコルドロ、辺境の星、地球のプリンスよ。お前の脆弱なスターシードではムーンを守ることはできぬ。何が起こるの？この宇宙で何かが起ころうとしている。わかるか？新しい宇宙の歴史が始まろうとしている。そのためには銀髄章が必要。このサッファークリスタルが勝つか、貴様のそのシルバークリスタルが勝つか、試してみよう。どこまで銀河を破壊すれば気が済むんだ。君たち、私たちの星はそのサッファークリスタルによって消滅した。こんなところに逃げ込んでいたのか、星のクズども。ギャラクシー下級王妃の仇、ここで撃つ。スタージェトルユーテロスター戦士インフェルノ。今度はこちらから行くぞ、ギャラクティカスーパーストリングス。何度やってもお前たちは私に勝てない。この地球だけは私たちの命に代えて渡さない。完全なる復活おめでとうございます。幾度見ても美しきかな、我がプリンスのスターシード。美しくなんと儚いものか。これが地球のスターシードとは。ムーンを倒した暁には必ずやそれを。ああ、私が集めた全銀河のスターシード、その中の一つぐらいいつでもそなたに与えよう。私が求めるのはこの世に儚いものではない。その儚きものこそこの身より愛おしい我が命。よいか、復讐の炎を燃やせ。その情熱こそがそなたの地球を救う。ご覧ください、あなた様の復活を祝すかのごとく巨大な闇が地球を覆っております。あの闇こそ我がダークキングダムの復活の証。ベリル様、一刻も早く地球を。分かっておる、四天王よ。我が帝国の恨み、今こそ晴らす時が来た。よいか。あいつらなど我が崇高なる目的のためのおとりにしか過ぎない。お前たちはさぞかし私を楽しませてくれるのであろうな。お任せください、真のセーラー戦士はこのアイアンマウスのみ。仲間も帰るべき母性もない。私が私だけの星を作る。無烈道具はクズであることの証だ。よいか、戦いこそが己の価値を決める。あなた様にだけ忠誠を誓うこの身、決して他の者に遅れは取りません。太陽系のスターシード、そんなにも欲しいか。はい、はい、自分の星は自分の手で勝ち取れ。はっ。ムーンよ、本気になれ。この私のレベルまで上がってこい。そのためにはお前は地獄を見ることになる。本当？あなたはギャラクティカクラン。伊藤さん、あら、本当だったじゃない。普通の人間ってバカね。貴様、許さない。もう怖、兵器を手加減しといたから。普通の人のスターシードなんていらない。勝つだもん。なんてこと言うの。さあ、太陽系のスターシード、すべていただくわ。クロノス台風、ブルト、さあチビチビちゃんを連れて。お前ごとき目じゃないとでも言うおつもり？なんで？隠れてれば必ず現れると思ってた。あなたたちはスターライツを追って地球に来たのね。流星雨に紛れてこの星に来るとは考えたの？そうやって私たちを囲んだつもり？囲んだつもりが囲まれてる。1、3番、立ち。
救うこともできない。変身よ。変身すればこいつらの命はない。やめて。どうする？普通の人とやらを救えなくてこの星が守れるの？人を救うか敵を倒すか、それともこの愛おしいプリンスと戦うのか。さあ判断していただきましょう。月のプリンセス、卑怯な。さあ悩め、苦しめ、自害したことしかないお前に死ぬより辛い選択ができるか。なぜ。助けてください、みんなを。許してください、私を。やり直してください、あなたを。いただこうか、その銀髄書。ふざける。邪魔だ。みんな、みんな変身してないじゃない。そいつらのスター数だ。いただく。私たちのノルマ、これでセーラー戦士になれる。許さない。この人が守ってくれるわ。プリンスワールドサイグ。あなただけは許せない。愚か者。アマイラ、ギャラクティカマグナ。そんな。ギャラクシア。スターシードもらった。こうしてお前は何もかも失うのだ。私は初めて人を憎め。戦うならコルドロンまで来い。ムークライシスメイクアップ。これが内部太陽系セーラー戦士のスターシードでございます。わらわの地球、もう手放しはしない。プリンスも。良き眺め。これで地球の歴史は変わる。あんな星好きにするがいい。だが戦いが終わったわけではない。小娘などギャラクシア様に比べればいかほどの力がございましょう。その小娘に封印されたのは誰だ。それは銀髄章の力。その銀髄章、見くびるでない。ですがクイーンベリル様とプリンス、それに我ら四天王の力があれば。私たちなどいらないって言いたいの。地球での戦いを見れば。ならここで私と戦ってみる。よさぬか仲間同士。仲間？良いではないか。仲間同士が戦う、それも面白い。ギャラクシア様。良いか。強い者が勝つ。力ある者が全銀河を統一する。それが宇宙の掟だ。仲間などと呼ぶな。それぞれが敵。忘れるな。その思いこそが銀髄章に打ち勝つ唯一の力だ。何か書きます。すさまじいエネルギーの塊が来たか。伝説の戦士セーラームーン。来たわよ、ギャラクシア。おお、あれは奪った銀河中のスターシード。この全てを救えるのか。それが私の使命。よく言った。お前には尊厳な死を与えよう。ベリル、まずは私たちから。あなたたちは。どうした、一人では物足りぬか。これがあなたの戦い方。まだ不満足か。
同じセーラー戦士同士が傷つけ合う、そんなことが楽しいの？そうやって私は頂点に立った。貴様に仲間など存在しないことを分からせてやる。行け！プルート、みんな、あなた一人を行かせはしません。仲間同士が増えたな、ちょうど数がいい。何を笑う。プリンセスのためならとうにみんな死ぬ覚悟はできている。あなたにそんな仲間はいるの？ほざいたな、やれ。それは命令っていうの、仲間じゃない。太陽系セーラー戦士っておかしな人たちばっかりね。勝ち残らなきゃ生きていけない、それが宇宙の法則よ。怖いんだね、ギャラクシアが。ごめんね、あなたたちを救えなくて。貴様何様だ。ギャラクシア、いいぞ本気になれ。恐怖で支配した人が生き残れるわけがない。脳ガキは生き残った者が言えばいい。やれ。ダメだよ、やめなさい。愚か者。私はコルドロンの闇の支配者、セーラーカオス。力が、セーラームーン、ダメ、最後まで諦めちゃダメ。セーラームーン、お前が消滅すれば全ての苦しみから解放される。この宇宙の母なるコルドロンが様たちの墓場だ。ああ、クリスタルの力だ。さあどうする。貴様の弱さゆえに仲間すべてが犠牲になったのだ。このシルバークリスタルを差し出せばすべてを許してくれますか。クイーンビリルも四天王もアニマメイツも、あなたが奪った全ての人たちを許してくれますか。二人が戦えばこの宇宙がなくなる、そうしたらあなたもいなくなる。そんなこと嫌。何？きっとあなたをそうさせたのは私、セーラー戦士が。破壊なんて望むわけがないもんね、セーラーギャラクシア。お前のようなやつを見てると虫唾が走る。